デズモンド・トーマス・ドスはアメリカ合衆国の軍人バージニア州リンチバーグ出身第二次世界大戦で衛星兵として活躍し良心的兵器拒否者としては史上初めてアメリカ軍人最高位の名誉勲章を受賞した1919年2月7日デズモンド・トーマス・ドスはアメリカ合衆国東部のバージニア州リンチバーグで生まれた 父親のウィリアム・トーマス・ドスは大工だった。母親のバーサ・エドワード・ドスの旧姓は、オリバーといい、家事の傍ら加工場で働いていた。母親は彼を経験なセブンス・デー・アドベンチスと、教会信徒として育て上げ、安息美遵守、非暴力、最植主義の生活習慣を身につけさせた。デズモンド・ティードスは、リンチバーグのフェアビュー・ハイツ地区で、 姉のオードリーと弟のハロルドと共に成長期を過ごした。彼はパークアベニューセブンスデイアドベンチスト協会学校に第8学年まで通い、その後はリンチバーグ木材会社で職を見つけ、世界教皇家、家族を支えた。第二次世界大戦が勃発した時、デズモンド・ティードスはバージニア州ニューポートニューズにある造船所で家具職人として働いていた。 造船所の仕事についていた。彼は、兵役の猶予が認められていたが、1942年4月1日、バージニア州、リーチュートン地で兵役に就いた。彼は、サウスカロライナ州のジャクソン要塞に送られ、再編された第77不評師団で教練を受ける、こととなった。一方、弟のハロルドは、駆逐機ライフ説管臨時で、戦場勤務についていた。 デズモンド・ティ・ードスは、セブンス・デイ・アドベンチスト教会信徒としての、信仰上の理由から、敵兵を殺すことも、武器を携行して、戦闘に臨むことも拒絶した。その結果、第77不評師団第307不評連隊、第1大隊 B 中隊、第2小隊に、衛星兵として配属された。1944年、ドスは、小隊と共に、グアムの戦い、 フィリピン諸島の戦いに臨み、戦闘下での負傷兵の救護により、ブロンズスターメダルを受賞した。翌1945年の沖縄戦では、現在の浦添市に所在する第96不評師団により、白草立地と通称された前田高地の弾劾上において、75人もの負傷兵の命を救った。沖縄で、 ドス自身も4度にわたり負傷し、1945年5月21日、病院船マーシーで後方へ送られた。その結果、ドスは沖縄での功績が認められ、終戦後の1945年10月12日に、良心的兵役拒否者として、史上初めて名誉勲章を授与された。また、第二次世界大戦を通じて、 名誉勲章を受章した良心的兵役拒否者も彼が唯一である。戦争が終わった後、デズモンド・ティードスはまず大工仕事の再開を考えていたが、戦争で残った腕全体へのダメージがもとで断念せざるを得なかった。1946年、レーテ島で感染した結核が発症した。彼は5年半にわたる治療を受けたが、片側の肺と肋骨5本を失い、 1951年8月に退院した時には障害の度合いが90%になっていた。ドスは軍の治療を継続したが、1976年、抗生物質の過剰摂取により完全に聴覚を失ってしまった。障害の度合いは100%となった。1988年、人工内耳の埋め込み手術を受け、聴覚を取り戻すことができた。 深刻な体の状況だったが、ジョージア州、ライジングフォンにある小さな農場でなんとか家族を養った。ドスは、1942年8月17日、ドロシー出テと結婚し、1946年、一人息子のデズモンド、トミードス・ジュニアが生まれた。1991年11月17日、ドロシーが自動車事故で死亡した。 1993年7月1日、ドスはフランシス・デューマンと再婚した。ドスは呼吸困難で入院生活を送った後、2006年3月23日、アラバマ州ピードモントの自宅で死去した。去年87歳であった。遺体は同年4月3日、テネシー州チャタヌーガにあるチャタヌーガ国立墓地に埋葬された。対戦中のドスの奇跡的な行為は、 長く人々の記憶に残った。人々はドスを称賛し、彼にちなんだ名前を道路や建物につけたり、像を混流したりした。また、ドスの軌跡は映画や書籍の題材となった。ドスを主人公とした2016年公開の映画、白草リッチ》は、2017年の第89回アカデミー賞で録音賞と編集賞を受賞した。 正確な人数は不明である。戦闘に参加した兵士数155人の内自力で撤退できた者は55人という事実から50人から100人までの間と見積もられている。デズモンドティーダス、ダスザ・ソルジャーヒズ・ソード -homeofheroes.com 英語2017年1月10日閲覧ありがとうございます。